今までは黄色、青、紫の3色をある武器紹介して、今回はなんか今回からちょっとなんか多数カードの効果も読むなんかめんどくさくなってきて、レア以上のカードの効果とかを読ませてもらいます。あと色は3色入れてたら欲しいから、欲しいよね、コメント送ってね。その次はどんなやつを続けるか、ポケモンカードもできるよ。じゃあバトスピの緑デッキのカット、さあ来たデッドコイン、まず最初にバイディングウェイ、これだよ。効果を読みます。フラッシュ、相手は相手のスピリット2体を破壊披露させる。フラッシュ条件、赤青シンボル、自分の赤青シンボルがあるとき下と同じ色の効果を続けて発揮する。相手のネクサス1つを破壊する。自分のトレッシュにあるネクサスカードを1枚手札に戻す。野鳥犬生を乗り越えないと。よし、お互いのアタックステップ、自分の効果によって相手のスピリットを披露させたとき、ボイドからコアを自分のリサーブに置く。バット、このスピリットのアタック時、DP を比べ相手のスピリットだけを破壊したとき、自分の手札にあるこのスピリット、ブレイブ可能なら、ケイト剣を持つブレイブカードを1枚をポスト支払わずに召喚できる。ブレイブ時、このスピリットのブレイブアタック時、相手のスピリット1体を披露する。次は次のゲームで、そういった効果が結構いいね。迅速、手札にあるスピリットカードは召喚、コストに支払いと上に置くとコアのリサーブが信用することで召喚できる。分身1、このスピリット召喚時、自分のデッキの上から1枚を上向きで自分のフィールドに置き、自分のリサーブコアを1個以上置くことで、ゲーム終了時までそのカードをコスト0ケイト分身レベル1 BP3000 緑のシンボルの緑の分身をにする。分身スキルがブレイブできず、分野のデッキにも戻るとき復帰される。アキメットジュラース、めちゃくちゃ強い。15マークフラッシュ、新速、手札にあるこのアキメットカードは召喚コストを支払わないと上にコアとをリザーブから使用することで召喚できる。アキメットリガーレベル4、このアルティメットのアタック時、
アルティメットリガーがヒットしたとき相手のスピリット3体を拾って、アルティメットリガーは相手のデッキの1枚目をフレッシュに置く。そのカードでこのコストがこのアルティメットリガーを引ければ、アルティメットリガーヒットしたアジャレオン、あとアジャレオン、自分のアタックステップ、このスピリットはアタックできない。このスピリットのアタック時 BP を比べ相手のスピリットだけは破壊したとき、相手のライフにあるコアを1個を相手にリサーチにする。最前例を耐えて恐るしい。カイザープラス皇帝、カイザー、天井コスト6以上レイド、召喚コストを支払いで指定コスト以上の自分のスピリット1体の上のコストを全て指定場所に置かなければならない。このスピリットのアタック時 BP を比べ相手のスピリットだけは破壊したとき、この自分のリザーブにあるコアを1個をレイドに置くことで相手のライフにあるコアを2個を相手のリザーブに置く。じゃあソグリズル、相手に自分のスピードを見せてくれた。よし、相手のスピリット2体を披露させる。この効果は都合、自分のアルティメットがいるときこのスピリットカードを召喚する。このスピリットのバトル時相手はバーストを発動できない。にあぐれて、このスピリットカードを召喚する。このスピリットのアタック時自分のデッキの上から1枚をオープンできる。このカードがコスト3以下のこのスピリットのカードの時コストを支払わずに召喚できる。召喚しない、または他のカードの敵はアップする。We'll be right back.